それかんぴょうはどうしたやつ？かんぴょうは水で戻したら。昆布は？昆布あるお互い。あ、そう。やりこいげん、この昆布あるうちは。で、魚はビンナガマグロの残り。残る。その巻き方コツとかあるん？そんなん知らんわ、じゃあ全然。こんなもん、自分で考えてやりゆき。こんなもの使用の見たことない。知らない。全部自分が考えて材料が残ったらやったり。もっといちいち長いやりません。かんぴょう余ったけど。これはかんぴょう巻く昆布じゃないもんね、こんなにほら変形した。そんな負ける昆布とかあるあ、そうや、日高の昆布ら負けだ。の？あ、じゃあそんなに知れば悪いようにし。お煮物も入れないかんろ。こんなんでほら、泣くようになってないよ。苦労してやり。まあどうにかつこう。これもけど結構高いで。ゴム巻きはこんなのしちゃったろ。あれと一緒じゃった。やるか。これで二日分も作ったやき。これは。なんか使い道がないだ。それはどうするの？ああ、まったく。今思いつきじゃけん。全然知らん。どんなんだった。さあ、これ済んだ。二日に分けて入れるね、これ。
2日でも3日でも。これ柔らかいってすぐ見えるけど、あんまり。うん。うん。つけて、うん、落とす。これこれも味を見とけしたいわ、自分が。うん。自分がちょっと吸うっていうのは。うん。お城を使ったらお座りのちょっと。あんまりお砂糖入れたらいか。うん。一番先のあとをね。うん。アシスト砂糖入れたら。うん。塩じゃろ、ほんで醤油入れたらね、うん、塩分だけ。塩の次は酢やね、醤油やない。使わんときはその酢の中で使うように入れたらね。そんな怒らんでもいいやん。ほらここ言うわけじゃん、そんな口調です、生まれつきの、うん、一つも怒りやすい。魚や逆が出ると思う。これはこんなことしたら明日どうなるの。今からしたら。だんだん奥行きしない。魚だけ出そうなけど全然。もうさ、つけといて。うん。大体お砂糖が旬んだ1分か2分だしね。これあんまりかかれんけ、うん、ここもやりっこい基本だけに今晩食べたくてな。醤油あんまりかろんせられんよ。うん。調理酒、お酒。うん。じゃこれ炊き終わってみりんを入れたらもうそれです。うん。もう炊き終わってね、15分ぐらい炊くが。炊いたら出来上がり。うん。うん、ありがとう。